皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代東方プロジェクトのエッナボロエ5選を解説していきますよ。ボロエというと東方というとボロエみたいなところあるよね。いやそれ入りすぎだが、しかしボロエも東方プロジェクトの魅力なので一緒にあのキャラのセクシーなボロエを見ていきましょう。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずは、ボロエについてわからない人もたくさんいるはずなので解説していきますね。ボロエとは、ロマンなんですよ。間違ってないけど違うよね。ボロエとは衣服がボロボロになった絵の役のことです。状況としては単なる服びりの場合と脱衣 KO の場合があるのですよ。コンピューターゲームでは、格闘ゲームやシューティングゲームで相手キャラを負かした場合、戦闘でダメージを負った表現として、相手キャラの衣服がボロボロになる場合があるよね。特に相手が女の子キャラの場合、衣服がボロボロになることによって肌の露出が増えてそこはかとなく色気が増すため、女の子キャラの魅力を表現したい場合にこのボロ絵が描かれることがあるんですよ。特に昔の格ゲーとかの女性キャラは、大体はだけてくれるよな。そう、それが売りのゲームもあるほど、と入ってもボロ絵はどちらかといえば紳士向けなんですよ。もしもリアルでナイフやら炎の魔法やらレーザーやら砲弾やらが飛び交う中被弾すればまず衣服は吹き飛んで、目の前が銀色になることになるでしょう。しかし見事に大事なところは隠れてる場合が多いよね。そう、だからこそ二次元のパワーによって服だけが綺麗に破れることになるのです。そういえば、東方のゲームではボロ絵が出ないキャラもいるけどあれは命を落としたわけじゃないよね。もちろん亡くなったわけではないですよ。それではラスボスには撃破後の会話がないので、ラスボスがみんな亡くなってしまったことになりますしね。東方部門式によると妖怪は非常に生命力が高く五体がバラバラになっても治癒できるほどなので、弾幕ごっこも遊びでしかありません。また弾幕ごっこでは、妖怪も殺しは禁止とされていますしね。おそらくは撃破後にも会話が続きそうなキャラ。つまりストーリーに関係ありそうなキャラにはボロエが与えられると思われますね。なるほど、ストーリーに関係ありそうなキャラはボロエがあるのか。例えば基本1、2面に撃破後の会話がないのは、1、2面ボスはストーリーに関係ないキャラが多いということですよ。確かに、コウマ教のストーリーに関係がない1面、2面ボスのルーミアとチルノにはボロエがなかったぜ。大体3面以降では異変について知っていたり、異変に加担しているキャラが多いので撃破後の会話及びボロエが出ますね。しかし、ラスボスは撃破後の会話がありません。6面ボス撃破後はエンディングがありそこで後日談が語られるからってことね。逆にエクストラステージではエンディングがないので撃破後に会話イベントがありますよ。つまり異変のストーリーにも関係があるキャラってことにもなるよな。正直な話をすると、神主とて一人であれだけの立ち絵を描いていて、さらに全員のボロ絵を描くのは大変だからでしょう。ズンさんのインタビューによると、ゲームなのである程度わかるぐらい最低限の立ち絵を意識しているとも言っていますしね。なるほど、だから一面二面のボロ絵が見れなかったのか。ではではボロ絵について理解できたところでその魅力を一緒に見ていきましょう。それではまずはじめに紹介する S ギルボロエは、東方プロジェクトの主人公の白霊霊夢です。間違いなくあれが見えちゃうんだろうね。霊夢といえばやはり赤を基調とした巫女らしい衣装でしょう。赤いロリータ系の大きなリボン、スカート、ノースリーブのシャツをベースに、外付けの白い振袖を足すことによって巫女服のシルエットになっている衣装が特徴。そしてこの巫女衣装は袖が分離した、脇が露出する特徴的なデザインをしていて、そのためファンからは脇巫女という愛称で呼ばれていますよ。もともとがかなり肩と脇が露出しているデザインだよね。このことから二次創作では参拝客を増やすためにわざとあのような露出の多い服を着ているのだと。霊夢ならやりかねないからな。また晒しを巻いていて、栄夜賞の立ち絵など、袖口から稀に晒しが見えることがあるんですよ。晒しをさらっと晒しているところセクシーですよね。いいねー。さらっと流さないで。二次創作でも霊夢は素敵な脇を披露していることがしばしば。また前回紹介したミューズダッシュとのコラボでは曲のスコア採点の時に両手を万歳して見せびらかすというたまらん演出を披露。これをあがめたいとアプリゲームダウンロードランキング1位を獲得したとか。脇の信者多すぎだろ。ちなみに神主も認める巫女装束っぽくない巫女装束は制服のようなものらしいですよ。また脇の部分を分けて月夜巫女とすることもあります。考えた人天才かよ。特に格ゲー作品ではかなり脇を強調した立ち絵が見られますね。その中でも飛装剣、スイム層の立ち絵はウィンクしながら見脇を見せてくれてり、新気楼では非常に晒しを晒していたり、新記録からは少し落ち着いた感じはあります。歴代脇巫女をここまで語るチャンネル絶対打ちぐらいでしょう。ドット絵ではなんと戦いながらもファンのために脇巫女を晒してくれているのです。ちらっと晒しが見えていたりと、戦いながら目の保養にもなっちゃうんですよ。二次創作のイラストでは晒しを巻いてない状態で、見えるか見えないかギリギリの非常にエチエチなものがあったりします。この動画もギリギリだけどね。そんな白霊の巫女のボロ絵は非常にセクシー。特にすっぽいのは東方飛装剣です。東方飛装剣は小町や昨夜の胸も大きく描かれたりと
セクシーさを強調した作品だよね。そう、そんな霊夢のボロ絵がこちら。え、やばいやばい、もう完璧に脇が見えちゃってるじゃん。そう、今までというとあざとくなくちらっと見せているような感じでしたが、もうこのボロ絵に関しては完全に見せつけているのです。だってボロボロのところを手で押さえて見えなくするのが普通だけど、手を腰に置いていて完全にこれに関しては見せつけているもんな。そうなんですよ。なので歴代の脇巫女の中でもトップクラスにエッナたちへとなっているのです。同じ主人公のマリサはあんまりこういうセクシーなのは見られないから羨ましいよ。確かにマリサの方でセクシーなボロ絵はあまり見られませんね。これは長きにわたり育んできた脇巫女だからこそ許された特権なんでしょう。ちなみにここまでボロボロになるのも珍しいのですが、なんと霊夢のトレンドマークのあれが大変なことになったボロ絵もあるのです。しかもズネであるんですよ。ほうほう、それはめちゃくちゃ気になりすぎる。それがこちら。うわぁ、霊夢のトレードマークであるあのリボンが珍しく落ちている。そう、こちらは東方栄野賞の4面でなんと霊夢と戦うことができるんですが、なんと珍しくズネで霊夢のボロ絵が見れて、あのトレンドマークのリボンが落ちているのです。リボンなしの霊夢かわいすぎるよ。そう、そもそも負けることの少ない霊夢のボロ絵が見れて、かつ原作ゲームでリボンなし霊夢はあまりにも貴重なんですよ。これはすっごいな。霊夢の泣き顔たまんない。ドSにも程があるでしょ。それでは次に紹介するのは動かない大図書館のパチュリーノウレッジです。レミリアとはかなり仲が良く、パチェ、レミーと呼び合う仲だよな。そしてパチュリーとは密かの植物で、香水や化粧品、漢方などに使用されるハーブの一種であるパチュリから来ているのです。へえ、ハーブの一種の名前から取られているのか。またパチュリはスモーキーさがあり、土を想起させる香りが特徴です。その香りは牧獣のような香りと例えられることも。なかなか渋い匂いのハーブなんだな。大図書館は地下に存在して、ほとんど日が当たらない、カビた本もあることから、地下の図書館のような渋い匂いがするパチュリから取られたのでしょう。なるほど、ハーブの匂いからかけられたのか。確かにパチュリってずっと図書館に引きこもっているから、そんな感じの匂いがしそうだよね。そんなパチュリは動かない大図書館と言われるほど本が好きで、コウマ館の地下にある大図書館にずっといることから目が悪く、体も貧弱なのです。そのことから二次創作で書かれる体型としてはムッチムチ、お尻も胸もボインですが、少々お腹周りもあるという一番メンズ心をくすぐられるやつですね。いや、あんた女の子ですよね。さらに原作で言った無給や粛粛、貧血でスペルが唱えきれないのに心を打ち抜かれた人たちは数知れず、好きな人はとことんハマってしまうキャラだよな。そんなパチュリーは東方思想展でのボロ絵が非常にセクシーというか、普通の立ち絵もめちゃくちゃセクシーなんですよ。こちらを見てください。こちらはパチュリーが楽だからとよく取る体勢です。確か魔法で空気椅子のように楽な姿勢を常に取れるようだな。立っている時も空気に浮いているし。そう、そして空気に座っていることから背中越しの体勢となっていて、ヒップがこちらに向いている状態です。これは確かにエチエチじゃんか。そうなんですよ。座っていることで服が引っ張られて体のラインが見えていて、非常にセクシーなんですよ。実は二次創作の神ゲー、東方ロストワードのパチュリーの立ち絵はこちらを再現していて、あまりにもエッなんですよ。あら、これにはドキッとしたプレイヤーは多いだろうな。そして目玉のボロ絵はあまりにもエッなんですよ。それではこちらをどうぞ。へえ、パチュリーセクシーすぎる。脇はもろ見え、方は露出したりと、紳士には嬉しすぎるサービスボロ絵となっているんですよ。また相変わらずヒップもこっちに向いていて、余計にセクシーさが増しているんです。黄昏フロンティアといえば、パチュリーを筆頭に魔法使いお品だけあって力を入れている感じあるよ。東方コウマ教20周年記念で小学生の部といったイラストコンテストがありましたが、R18 部門でも活躍してほしいところですよ。それじゃあ展示できんだろ。ということで次に紹介するエスギルボロ絵は西洋寺ゆゆ子です。ゆゆ子のボロ絵って存在するのかよ。そう、西洋寺ゆゆ子というと、白玉楼のお嬢様にして地獄の裁判長である四季駅山座などから幽霊の統括を任されるほどの実力の持ち主。東方妖妖夢では6面ボス、つまりラスボスということで、冒頭でも言ったようにボロ絵は存在しません。また東方心霊廟では衝撃の1面ボスとして登場したのですが、さすがは元6面ボスで、高いカリスマ性を持っているだけあって、撃破されても衣装がボロボロにならないのですよ。その上、妖夢でプレイした時のセリフから単なる暇つぶしのようだしな。しかし、格ゲー作品の方ではなんとあのゆゆ子の激レアボロ絵が見れちゃうのです。黄昏さんエクセレントすぎる。もちろんセクシーなボロ絵を見れる作品は東方水無双と悲壮展です。やっぱり水無双と悲壮展か。そんなゆゆ子のボロ絵がこちら。あやややや、肩の露出が見事なことになっているな。そう、あのゆゆ子がここまでセクシーな状態になったのは超激レア。さあ視聴者の皆さんは今のうちにスクショのご準備を。そんなこと推奨しなくていいから。またボロ絵になっても笑顔を絶やさないところがゆゆ子様らしくて素敵ですね。服がボロボロで涙目だけど笑っているのかわいすぎるよね。
前回、好きなズネでアンケートを取ったことがあるのですが、ズネでも非常に人気がありますね。特に一面ボスとして帰ってきた心霊病ゆゆ子はかなり人気が高いですよ。確かに周りのキャラより少し大人っぽい感じが伝わってきて美人なのがわかる立ち絵になっていて、デザインも素晴らしいよな。またゆゆ子らしい美しくもどこか悲しさもある資料の夜桜という BGM と綺麗なピンク色の桜のバック背景が見事にマッチ。歴代の一面の立ち絵は腕を組んでいないのですが、腕を組んで登場しているところ一面ボスなのに風格が違うことがわかりますよ。私も少し絵を描くのですが、ピンク髪のミディアムヘアがうまくウェーブを表現していて完成度が高く、ズンさんの絵の上センスがわかりますね。ぜひともズネでもボロ絵を見てみたいところだな。え、マリサさん積極的ですね。冥界に葬り去るよ。次に紹介するのは東方映画賞で登場した薬師の栄林の弟子である霊仙うどん芸人稲葉です。もともとは月に住む月のうさぎだったけど、現在は月から逃げ出して幻想郷にある永遠亭で仲良く暮らしているんだよな。そんなうさぎの霊仙は基本的に、制服的な衣装に身を包んでいて、平たく言ってしまえばほぼ女子高生のツーピース制服ですね。下着については3月製で太ももを晒したこともあり、二次創作ではドロワーズではなく一般的なパンツ着用として描かれているものがほとんどですよ。そんな霊仙の映画賞のボロ絵ではなんと、タイトとかスポーツタイプのブラジャーのような下着の一部が見えているのですよ。嘘でしょ、そんなエチエチなボロ絵があるのかよ。それがこちらです。本当だ、これはかなりギリギリだな。正直ここでドキッとした方は多いでしょう。やっとの思いで冷戦に勝てたらかなりセクシーなボロ絵で目の保養になった人は数知れず。誰情報だよ。さっきから霊夢さんのその意味不明な情報どこから仕入れているんだよ。丸新聞です。その新聞絶対ダメだろ。月のうさぎといえど、玉兎ということを認識させるために通常よりはだけたボロ絵にしたのかもしれませんね。また余談にはありますが、冷戦というとシャツを着こなしビシッとした服装も人気ですが、大きな荷物を持ったジンベイ姿の冷戦も人気ですよね。ああ、そのタイプの冷戦もめちゃくちゃ好き。ちなみにジンベイとは、上着とズボンに分かれた、男性用及び子供用の衣服のことだ。着物と違って帯を使わず、上着についた紐を結んで固定するんだぜ。こちらの服装の初の登場は東方鈴なん。玉兎だと知られたくないのか、人間の里に有事できた際は、このジンベイのようなラフな着物を着て長い耳と髪を編み傘で隠し周囲の人間に溶け込むような男性的な格好をしていました。また東方文化新報でもこちらの服装をしていることから、戦う時にはシャツを着て薬師として働く時はどうやらこちらの服装を着こなすことが多いようですね。ちなみに皆さんはシャツ派ですか？それとも着物派ですか？私は裸エプロン派で。次に紹介するのは、幻想郷の賢者の一人である八雲ゆかりです。八雲ゆかりというと、幻想郷サイコさんの妖怪で幻想郷の境界を操る能力という絶対的な能力を持つ実力者で、幻想郷の賢者の異名も持っているぜ。そんなゆかりのボロ絵は気になりすぎるよ。さらにズネでのボロ絵ゆかりなんですよ。そういえば、ズネのボロ絵ゆかりは見たことないな。それもそのはず、彼女は脅威の難易度であるファンタズムにて待ち受けているからです。ファンタズムは東方プロジェクト第7弾東方ヨーヨームの隠しステージ幻想の難易度の名称だぜ。出現条件はスペルカードを60枚取得することと、隠しステージエクストラステージをクリアすること、スペルカードを60枚取得することと、隠しステージエクストラステージをクリアってどちらも難易度高すぎるよ。基本的に、ステージ構成、雑魚敵の配置、スペルカードを含む弾幕、そして BGM など、ほとんどの要素エクストラの強化アレンジバージョンとなっているのです。そしてついにゆかりに勝利した暁には、なんともセクシーなゆかりのボロ絵が見れるのです。まさかの幻想郷の賢者のボロ絵が見れるとは。それがこちら。おお、胸がめちゃくちゃはだけてるじゃん。そう、あのフリフリの服装がボロボロになったことで胸のあたりがセクシーなことになっているのですよ。これはマジで言ってなるよ。またズネでのゆかりの泣き顔がたまらなく可愛いですね。こんな可愛らしいゆかりを見れるなんてな。胸が大きく描かれることはあっても、歴代の中でもここまで胸がはだけたズネはあまりないでしょう。もともと足を組んだセクシーな立ち絵だけにさらにセクシーさが増しているぜ。霊夢も勝利後、ゆかりのこんな姿を見れてこの顔ですからね。満面の笑みやん。それでは最後に紹介するセクシーすぎるボロ絵代表はフランドール・スカーレットです。おいおい、フランのボロ絵なんてあったのかよ。そう、ゲームでの登場回数は低くかなり珍しいのですが、エクストラステージのキャラなのでちゃんと存在しますよ。フランというと見た目はかなり幼く公式でも10代の女の子にしてはかなり低い部類とのこと。そんな幼い少女のボロ絵が見れるなんてエチエチすぎるな。そう、しかしあくまでも495歳以上という私たちに比べて超長生きしている少女なのでその辺のご理解はあしからず。女の子といえども、二次創作イラストでも非常にエチエチなものもありますね。特に東方文化庁で公式的に性格が不安定だということが
が書かれていることからヤンデレかたぎなフランちゃんものもあり、とても人気なキャラなんですよ。いろんな顔ができることから意外と扱いやすいキャラそうだよな。そんなフランはなんと、片方だけ肩出しになるというエチエチすぎるシーンが見れるのです。フランの肩出し、それは興味深すぎるよ。それがこちらです。下着が見えちゃってるくないか。そう、なんとまさかのブラキラなんですよ。なんとまあこれはガチでギリギリエレベルだぜ。このフランのボロいを見るために東方で屈指の難易度を誇るエクストラステージに挑んだ人は数知れず。そんなことはないやろ。身長は10代前半の人間で見るとかなり低い部類らしいですね。そんなロリッコのフランのボロエでなんとブラのような紐が見えるのですよ。今ではありえないセクシーすぎるボロエだな。気になるあの下着についてなんですが、書籍の方で大体書かれているのがキャミソールなので、おそらくフランもキャミソールでしょう。エクストラステージはかなりの高難易度となっているので、クリアした人へのご褒美的な意味もあるのではないでしょうか。ここまで遊んでくれた人たちのために神主から究極のサプライズと、またフランの泣き顔は相当レア、外にあまり出ないことから、登場回数も少ないだけにこれは激レアだよ。ズネでここまでセクシーなボロエはマジで珍しいな。最近のものは控えめになっているので超激レアですね。今回の授業で激レアでセクシーなボロエを見れて面白かったよ。視聴者さんの好きなボロエがあれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。